しい。すごい、レベル高い。厳しい。盛り返した。盛り返したぞ。闇事だな。いや、すごいな。いや最初マジで死んでた。全体的に詰まってるマジで。ドベ3だったからな、ロゼッタ。真ん中やばいもん。真ん中マジでやばい。みんな絡ましてる。やっぱ赤メタさんとリンゴさんって近いんやな。ね、これ本当すごいと思います。マジで狙ってないもん、毎回。うん、狙ってない。みんな上手い人が多いんですよね。だから赤メタさんの方が上手いんだけど、なんか近くにいるって感じですね。あれ、ナイフ突き立てられなかった。びっくりした。なんか慣れそめ話した今。ね、なんかびっくりした。慣れそめ。喋ったら全部。喋ったら全部殴ると思われてます、私。殴りんごさん、殴りんご、殴りんご、殴りんご。で、赤目田さん今レートいくつですか？やめろ、私の方が低いの、結構離れてるのに1点しか変わらないんですねっていう。はい、落ち見えました。そういう意味じゃない。はい、危ない、乗りません。ひねくれすぎだろ。いいなー、仲良しだな、仲良しだな。なんか高校生の頃の青春を思い出したわ。わかる、おったおったおった、こういうの。高校生の頃の青春を思い出した今の。聞こえますか？なんかそうやってやり合ってイタついてるなんか男女いたわ。ねえ、おったおった、あらつわ。いいじゃないですか、もうゲームラの先週漫画として席は譲るんだよね。披露宴の時はこの時の映像流してな。短いマリオカート結構披露宴でマリオカートの映像流れんの。やだなぁ。メイヤさんが叫んでるでしょ、リンゴーって叫んでるとこでしょ。それは俺は嫌だろ。赤メタをピックアップしろよ。なんで結婚式で俺がピックアップされてんだよ。おかしいだろ。ナコード枠仲良してねえよ。仲良してねえよ。してねえよ。全くしてねえよ。こんなことが。どこでやるの？俺らが知らないところで皆さんが。皆さん結婚したんだ。いや、じゃあ、な、俺が結婚したことになってます。皆さん今話聞いてましたね。やばい、今ちょっと。皆さんが結婚したてになってたね。あが、すいません。今すぐ人狼の盤面持ってまいりました。ピカさんが起きない。健康報道が強いな、今日。寝てるところの騒ぎじゃない、もう話を聞いてないよ、そもそも。スリーピングビーストが。いい。スリーピングビーストが。